漱石三書の中3から中5までを読みます。 いいですか声を出してどうぞ主なる神は女に向かって言われた何ということをしたのか女は答えた蛇がたましたので食べてしまいました主なる神は蛇に向かって言われたこのようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆるのの獣の中で呪われるものとなったお前は生涯這い回り地理を食らうお前と女 お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかを砕くアメンこれは何を意味してますか人間の先祖が罪を犯すとともにイエス様がその人間の先祖を騙して しまったサタンを打ち砕き人間をサタンの計略の中から救われるためのイエス様の犠牲イエス様の通じ架の苦しみの苦難の技を神様が発表された部分ですよ。理解できますかええ。イエス様は女の子孫のようにこの世に来られた方ですね。 イエス様はそなうちマリアの太陽を通ってイエス様を来られて女の子孫のように呼ばれてたんですその女の子孫はサタンはイエス様のかかと足のかかとを砕くイエス様はサタンの頭を砕くこういう表現でイエス様が十字架につけられることによってサタンの頭を砕くアメンイエス様が受ける苦難は イエス様のかかどを砕かれるような小さい苦難ですよそれよりもっと大きなサタンの勢力を頭を砕いてしまうそういう技がイエス様の苦難の十字架の技なんですそれを、えー、そういう計画はあったんだけどもそれを今ここで神様が発表してますねアーメン,ーメンあ,あ、それから新約聖書エペソ ペソン2章14節から最後までお読みます新約聖書の311ページです ペペソの2章の通4から最後までよろしいですか声出して登場。ぞにキリストは私たちの平和であります二つのものを一つにしご自分の肉において敵という隔ての壁を取り壊し 規則と戒律つくめの立法を廃棄されました。<laughs> こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し中字化を通して両者を一つの体として神と和解させ中字化によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり 遠く離れているあなた方にににももまた近くにいる人々にも平和の福音を告げ知ら,せられましたそ。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことはできるのですしたがってあなた方はもはや外国人でも希留者でもなく聖なるために直する者神の家族であり人預言者という土台の上に建てられています。 その要しはキリストイエスご自身でありキリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し主に受ける聖なる神殿となりますキリストにおいてあなた方も共に建てられ霊の働きによって神の住まいとなるのですアーメンもう一箇所後ろ行って殺さイ後ろの後ろ コロサイ一章の二十節。いいですか。三百二十四ページ。コロサイ一の二十。どうぞ。その十字架の地によって平和を打ち立て。 地にあるものであり、天にあるものであり、万物ただ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。アメン祈ります。主なる神様感謝します。救われた感謝のと喜びの中で。さらに主に喜ばれる主の御心にかなった。あなたの子供として成長し、成熟するため。 この場に集まってきている一人人に、あなたの聖霊の力を満たしてくださりあなたの聖霊の力によって真理の言葉を、正しく悟り固い、固い信仰を作り上げていくことができるよ。あなたの見国までプ事安全に入れる信仰に立つことができますよ。助けてください。すべてを主の聖霊に委ねて、イエスキルトのミでお祈りいたします。すアーメンハレルヤー じゃあ今日は、えー、続き若いのみんな一緒に若いのための若いのための神様と人間のあ人間が犯した罪によってその罪が神と人間との間を隔てる壁のような障害物となって、えー、神様が生きておられても存在しておられても人間とは関わりを持つことはできなく人間の目には見えなくその声も聞けなく 神がいらっしゃらない。いらっしゃらないような。そういう。人生を人が生きるようになってしまったんですけれども、実はそうではなく、神は生きておられ働いておられます。ただ、罪の壁がそれを見えないように聞こえないのにしてしまっていただけでありますね。それをその壁を取り壊して、神様と人間を再び和解させるために。ための池に。 となられた方がイエス・キルトでありますねイエス・キルト以外はイエス・キルト以外は人間の罪の代価を罪の代価を支払うことはできる他の存在がないんですね信じますか他の力が存在しないの イエス様だけがイエス様だけがそれができる唯一の神様様であ信じます信じかイエス様がそのためになさったことはこの世に来て権威と力を振る舞ったそれでこれ見がしに「おおお前ら俺は怖くないのか?」こういうふうに私たちを脅かされたんじゃなくて私たちのために生贄と犠牲になって犠牲に。 いけねえとなってございました。いけと。ここに神の愛が隠れてますね。神の愛。ね、ただいけねえとなって命を落として血を流してくださることによって無言の愛を神様がわれわれに示してくださった。威張ってもないね。私がお前らのためにこんなことやったからとか。 あれれはこが見えないのか、とか、モンはこれびゴモンのおじいちゃん何これが見えないのか,か,のいのか目に入らのかこんなことしないでただ罪人のように踏めば踏まれてつばをかければかけられて打ち手を打てば打たれてすべてもうやられて下さいやられて下さい。うん 木の一滴も体内に残さずに全部絞って流しておさるその無限の愛それだけが私たち人間が犯した罪を罪の対価を支払える唯一の力であり存在であります他にはないのアメンイエス様が 私たちの罪の代価を払ってくださることができる唯一の方だと我々が生まれて死ぬまで見つけるだけでも人生勝利ですね見つけるだけでも私たちの罪の大きさ罪の大きさこれ罪の大きさ人間の罪の大きさは何ですか神よ神の命ですよ 神の命を与えてもらわないと人間の罪をあがなうことができないの。罪の代価を支払うことができないの。これだけ人の罪が大きいの。イエス様が十字架の上で苦難を受けられた、これがクリスャンの頭から心から離れていたり忘れられていたりしたなりませんよ。いつもどこでも俺を覚えていないといけない。それで 罪づくりの生活を警戒しないといけないなぜ私たちが犯す罪の大きさはイエス様の命を要求するほど大きなものだから信じますかこういうのが頭から心から離れているとクリスチャンたちがいろいろとノンクリスチャンのように生きてしまう傾向がありますね皆さん今の時代においてこの和解というええ、精霊の実は 私たちにおいて一番根本的でで大事なものでありますすねべて信仰生活がちゃんとできていても世において本当に何でも処理していても結局神様との和解の問題において問題が起きてしまったらいざとなった時にその神の国に入ることはできなくなってしまいますよ。 知ってると思いますが今の韓国数年ほど前からおかしくなってきています世界一神に喜ばれ熱く信仰生活していた韓国が今悔いあためないとおかしくなる、ね、アメリカもちろんですよあ韓国アメリカが今まで世界選挙をこの何十年間半世紀半世紀約四五十年以上アメリカは100年ぐらいになってきましたね しかしこれはもう流れがおかしくなってきます。このままだったら全世界がおかしくなるからこの辺で作り直さないといけないの。アメリカもアメリ,アメリ,アメリカの霊的な流れも変えていかないといけないし韓国の霊的な流れも変えていかないと改革のようなものをしないとこのままの韓国だったらあと10年20年した時にはすっごい危なくなります。これは こののままでいいのかこれを改革のように変えていかないといけないのかはあと10年あと20年すれば皆さんがもう見て分かるようになりますから見て分かるようにそれだけ今韓国もアメリカもおかしくなってきてきますここで皆さんと私それで世にいる全ての人間どもにおいて一番必要なのが何かというと今水曜日勉強してる「聖霊の働き」で精霊の実を皆さんんんとと私がちゃんと結んで 神の心にふさわしいものとして生活しないといざイエス様が来る時にみんな置き去りにされて最後のラッパの音を聞くことができなくなります。多くのおきたちがそれは最後のラッパのイエス様の空中再輪は今,後まだ勉強し今度まだ勉強しますがイエス様の空中再輪は誰も知らない誰も気づかないうちに一瞬に行きますよ。アメン 誰も気づかないのそのそ時を来てしかしその時は来てしまったら多くの人が残って少しの人だけはあげられます。じゃあテサロニケ2の手,紙手も手の前ですね手も手の手紙の前にある「 今のコサイの後ろテサロニケ2の勉強ですから、うん、ゆっくり焦れないでこういう知識を皆さんがちゃんと持っていないと危なくなる人が出てきますから「テサロニケ2の手紙」1節から13節まで読みます。少し長いですから え何ページテサロニケ2の手紙、2書の1から13まで。334ページ。いいですかテサロニケ2書の,の,の1から13まで。いいですか じゃあ声出してゆっくりどうぞさて兄弟たち私たちの主イエス・キリストが来られることとその身元に私たちが集められることについてお願いしたい例や言葉によってあるいは私たちから書き送られたという手紙によって死の日はすでに来てしまったとかのように言う者がいてもすぐ登場して分別をなくしたり 慌てふたためいたりしないで欲しい。りししなで誰かどのような手段を用いても騙されてはいけませんなぜならまず神に対する反逆が起こり不法の者つまり滅びの子が出現しなければならないからですこの者は全て神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して傲慢に振る舞いついには神殿に座り込み 自分こそは神でであるると宣言するのですのまだ私があなた方の元にいた時これらのことを繰り返し語っていたのを思い出しませんか今彼らを迎えているものがある,とあることはあなた方も知っているとおりです。それは定められた時に彼が現れ,てる,現れるためです。不法の秘密の力はすでに働いています。ただそれは今のところ抑えているものが 取り除かれるまででのことですその時が来ると不法の者が現れますが「主イエス」は彼らをご自分の口から吐く息で殺し来られる時の見姿の輝かしししい光で滅ぼしてましまわれます不法の者はサタンの働きによって現れあらゆる偽りの奇跡を奇跡と記る人不思議な技ざとを行いそしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのです。 彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理を愛そうとしなかったからです。それで神は彼らに惑わす力を送られ、その人たちは偽りを信じるようになります。こうして真理を信じないで、不義を喜んでいた者が皆裁かれるのです。しかし、主に愛されている兄弟たち、あなた方のことについて、私たちはいつも神に感謝せずにはいられません。なぜならあなた方を聖なるものとする霊の力と。 真理に対するあなたとの信仰とによって神はあなた方を救われるべきものとものの初音とお選びになったからですアーメン、えー、これをちょっと説明しますあこれからイエス様がこの世に実際に来ることを信じますかその時の前にどういうことが起きるのかというとまず 廃墟、えー、日本語のこの「何これ新共同訳の」って読んだ人は神に対する三説三説にあるまず神に対する反逆が起こりという時に反逆,じゃ反逆でもいいけれどももっと分かりやすいければ反逆じゃなくて廃墟で廃墟廃墟と入れ替えればもっと分かりやすいね反逆よりよろしいですか 廃墟といえば何ですか今,クリシャンで今はクリシャンだけども今度イエス様の再臨の前にそ神様,イエス様に背を向けるイエス様を裏切る者が今度出てくるんだけども廃墟という言葉を使ったのは個人の問題じゃなくて大きなキリスト教の団体が単体で大きな組織が廃墟になる廃墟イエス様に背を向ける時が来るという意味です 彼ら皆さんよく聞いてよそういうのを見たらああもうイエス様が今夜切ってもおかしくないということは分かるようになりますねこれから何が起こります今クスチャンですよ今クリスチャン今教会です今大きな教会大きな組織なのでもそれがイエス様の再臨の前には廃墟をするの本当の意味で形はあるかもしれませんが本当の意味でよ イエス様から離れるのしかし彼らに何が伴うの奇跡が伴う。不思議な技が伴うの。偽りの奇跡だけどもそれをどうして見分けるのか真理に基づかないの。真理をよりどころとしない。内面的には生まれ変わるとしないで見せかける力ばかかりを見せかけようとする。 しかし名前はキリスト教だという名前の教会がこれから出てきますその時を見ればああス様がもう寝今夜寝てる時に来られるかもしれないということを直感すれば間違いありません。アーメンです何が大事ですかそれでは皆さんと私は自分が真理の御言葉を によってまず自分の内面がしっかり生まれ変わるように出ても覚めても準備する生活が一番大事なの一番大事雨ですこれ,からこれからの時代は見て,見て分かる時代になる見て分かる。 ただ語ってばっ,かりばっかりいる時代はもう過ぎたのこれからは語ったのが見てわかるそういう時代がこれからですよアーメンですかえ聖書聖書がこう書いてある聖書にこう書いてある私たちはこう勉強しているこういう段階はもう過ぎたのここ,で書いここに書いてある話がこういうふうに勉強された言葉が実現するのをこれから我々が見て 知るるようううになるそういう時代が今もう開ききまましたよアーメンできますか今牧師が言った言葉もこ,これからそういう言葉は実さいに今はクリスチャンなの今はいやその時にもクリスチャンなの手のでも奇跡も伴うのだから見た目では立派なの立派しかし内面的に真理をよりどころとしないで見言葉からあだんだん離れて廃墟 個人じゃなくて大きなそういう教会団体がイエス様から背を向けるそういう時代がやってきますねやっていきますしかし今も見えていますそういう現象がねそういう現象が見えていますイエス様を信じる目的は私たちが神の子供に生まれ変わるのが目的じゃない教会全部これに所属してますねこれに直していますイエス様を信じる目的は この世の勝利この世での成功この世での平和この世での祝福この世での幸せばかりを求める教会真理に基づいてない教会ですよしかし今現在不思議な技も伴っています立派な教会のように見えますね今そういう教会がか本当にこの,この今世紀の世界選挙になっていたアメリカと韓国にも現れていますね現れています じゃあ、えー、ここで改革,改革をするように改革をするようにさらに真理の見事に正しく基づくそういうキリスト教の教えに従って皆さんと私は準備しないと私たちも危なくなる恐れはいくらでもあります。アメン,アメンもう危なくなる人が生まれながら決まってるわけじゃない自分の信仰次第だから。 自分の信仰次第だから生まれながらこれは途中で倒れるもの決まってるわけじゃない自分の信仰によって真理に基づくか目に見えることばかりあるいはこの世での仕国ばかりを求めるか自分でそれを選択しますから自分で皆さんは今まで今から天に行くまで何を優先的に求めるべきですか 真理に基づいて神の子供に正しく自分の内面が生まれ変わることを求めるべきですかあるいはお金たくさんたっぷりこの世での幸せこの世での祝福ばかりを優先的に求めるべきですかこういうふうに失明すればどちらに「あめ」じゃなくて前の方だと言えば「前の方だ」と「あめ」。 何松本さんつばを飲んでるのハレルヤ,レルヤさあ目を覚ましてみんな、うん、今が平和な時ですよ今がこういう救いを自分のものにする確定する時間です今がこういう時を逃し,逃して逃して逃していくとずっと今度はチャンスがないの得たいと思ってももうないのチャンスが、うん、今回のああいうあれでやられて死んだ人 どうして死にましたかそれに打ち勝つ力がないから死にまでやられたのちなみにても地震が起きてもやられない力が自分にあるんだったらやれないでしょでもいざなんか起きればみんなやられるの大人の子供もなくうん何武器なんか戦闘機がもう何台も潰されてね見たでしょ空軍基地がやられたでしょどうにもなりませんよただの,おも,ちゃのおもちゃのようにも見えないあんなのは 神がいざ働くと想像を絶することは起きるの想像を絶することは想像を絶することは起きるから頭で整理ができ整理ができない今何が起きてるか整理ができないの頭でただ慌てるだけポーッとなって、うん、頭はポッとなるしするからもうそれで見て慌てるだけ驚くだけだった今何が起きてるか分かんないの人間には分かるわけじゃないでしょうそういう時代が来るの はっきり言いますが今我々はそういう時代を生きているの世の最後の時代を生きているの信じても信じなくてもご自由だけでも信じて救われる人になりますようにイエスの皆で祝福いたします。アメン私の使命はそれですよ終わりの時代に天国に本当に行きたいと思う人だけ連れていく時代でそういう使命が私にあります最初私神様イエス様に最初であった時にそれを見せておったの最初 殻をを分けけてて本物だけを連れていくこれを最初ス様が私に見せて,てそれで私にこうおっしゃったのイエス様が「しっかり準備してやりなさいと」と、うん、それで私が求める力より私が求めてない方向へ神様を導いてださったので私が求めたのを諦めるようになぜそれで今まで分かるようになったのは何ですかそう今読んだ言葉 終わりの時代に何が大事なのか救いに至らない飾り物のような信仰は意味がないんですよアメン救いに至るか至らるかわからないそういう確信のないものは意味がないの必ず救われる信仰アレルヤそれは真理の御言葉に皆さんが基づいて皆さんの内面が生まれ変わって内面がじゃあいざ肉体の最後が来ると体はどこに行きます 体が天国に行きますか今の体今の体は大事にして食べたり飲んだり、ね、赤すりで吸ったりきれいにして大事にしてきましたから俺もったいないから天に持っていくと思っていますか捨捨てててていくの捨てて皆さん一度自分の霊に捨てられた自分の体はもう振り向いてみたくもないの。 皆さん死んだ人の体を1日も2日も3日も1ヶ月もずっとそばに置いてその顔を見たいと思う人いるんですか一度見たら二度見たく二度も見た,く見たくないのが人の死んだ体なの今度そういう経験がない人は私が葬式に行く時に連れて行くからねそれで死んだ人の体に触らせてあげるから死んだ人の体に触ってみなさいよあの冷蔵庫から出したあのハムと一緒なの冷たくて気持ち悪いの。 うちの冷蔵庫から出したあのハムの塊と一緒のあの死んだ人の体はすっごい触るだけど嫌だなハムだったら料理して食べる望みがあるんだけども人の体はそれもできないしもう気持ち悪い死んだ人の体は本当に一番喜ばれないものがこの世において死んだ人の体なの韓国の兵隊に行けばね死んだ人の体は 韓国軍が持ってるいろんな財産があるね武器もあるし食料もあるし着物服もあるし軍家靴もあるし油もオイルもあるしいろいろと軍,人軍隊で持ってる財産があるわけでねその中で一番安いものが死んだ人の死んだ兵士の体これは中番目な中番目一番目は何ですか一番目は一番目は何ですか一周という一周 一瞬に分けられているのはなんだ、なんだと思いますかあのミサイルですか?。武器ですか?。違うもの。軍人によって一番必要なのは何なの軍人において。ね。大きくいてを間違ってもいいから。世の中のことを全部知ってる人はいないよ、一人も。間違ってもいいから、じゃあ、あ大胆に言ってよ。軍人によって一番。 必要なものは何ですかえ人 <laughs> お前自衛隊出身でしょその自衛隊に一番必要なものが何なのかというのえ武器武器服食べ物 誰が言ったの食べ物が好きでしょ <laughs> そうだよそれは正直な話そして食べ物が一番欲しい食べ物がお米だお米お米が一種なの一種アメン陸大が軍人は軍人は何これ軍人は仏家が軍人ですか人間が軍人ですか人間が軍人でしょ、うん、軍人も人間だから 人間において一番必要なのは武器ではないの服でもない裸でも生きれるのちょっと恥ずかしいけど、うん、武器なくても戦えるのテコンドでやればいいじゃないかしかし食べ物がないとやっていけない何アメン当然当然食べ物が一種なの一種,一種食べ物が一番大事な君の財産なんですよ信じますかししかし死んだ人間は 死んだ人間は 10, 10, 10番目1番目軍。軍の軍権、軍で育てる軍権あれでしょい犬、犬。犬は何番ですか ?7 番です、7番。生きてる犬が死んだ軍人より3番目、ランクが上なの、上。何が言いたいのか死ねば いくら大事な体であっても死ねばもう終わり中盤目こみ扱いされこみ扱いもう二度もその顔見たくないのできれば離れていようと思って、うん、テント、うん、皆さんこの後方の方では死ぬと病院とかう治めるでしょレア室とか、うん、前方の方で死んだりすると小さなテントの中に入れてう明かすの。 処理するまでその中に入って二度と触りたくない見たくない誰もできれば遠くに離れてない気持ち悪いから人が死ぬとよ人の体はこのようにこみ,み扱いされるこみ扱いうん中盤目なら中盤目あなたが死んでもあなたの体も中盤目だよ別に特別な人間いないから軍隊行ってない人々はみんな分かんないでしょうん小さいそうだが小さいね 最初,初めて私はこの話を聞いてちょっとショックを受けたことある。いやー、人間ってものはそんなものか。今のうちだ。みんな一緒に今のうちだ。今、生きあるうちに人間ですよ。アメン今の生きがなくなったらもう人間扱いされませんから、犬扱いにもされませんからよ。うん、犬の方がが、ランクが3つ上だから、うん。犬の方が死んだ軍人よりランクが3つ上だよ。 犬は大事にされるの大事にしかし死んでしまったら10番目早くできれば順番待って早く焼いてもう処理するそれで終わり、うん、これが人間の体の人生ですよでもそれに魅力があるでしょう魅力がね肉体の人生にいまだに魅力があるの、うん、<coughs> じゃあ えー、今の世界中のキリスト教の流れが神の人としてではなく、陸大の世界のためためにすべての流れが変わってます。これが今大変です。死んだの？あ,あ。だから俺これを我々が

今はクリシャンだけどもだんだん離れてますねだんだん神重心にあうてこの世直の世に向かってだんだん信仰の目標が変わってる信じるイエスを信じる目的が変わってるどうすれば土地をたくさん買えるかどうすればもっと広い家に行けるかどうすればええ人を賜して金儲けができるかクリシャンがこういうことも考えてるね今クリシャンが。 本当ですよ、うん、どうすればこの世で、えー、贅沢な豊かな暮らしができるかこれがククリリススチチャャンンたたちちのの目的が今半分以上この世にいますねその中でも人のために福音を伝えて世界選挙のためにまた天道のために励んできたのがアメリカと韓国だったんだけどもアメリカと韓国はもうほとんど今もう神様が渓谷。 これ以上罪を悔いあめないともう滅ぼしてしまうという警告を下すまでに至ってしまってますね。うん、ですからで最近は生,生きておられる神を伝えようとすれば生きておら,おられる神を伝えようとすればもうみんなクリシャンの標的なのクリシャンの攻撃を受けるのまず、ね、生きておられる神を伝えようとすればそういう牧師がいれば 韓国もアメリカもまず誰がその人を攻撃するのかというとクリシャンの教会が攻撃するのあなたのような言い方をすると天道ができないとかこういうふうにクリシャンがいるそういうふうにまず反発するクリシャンたちどちらに傾いてますこちらに今傾きつつあります。こちらに。アメンこれを食い改めないとこうなってしまいますよこうなってしまいます。食い改めないと。 そういういがやってきますね、えー、じゃあこれからイエス様が来られる日まで皆さんと私はもっともっと本当に心に留めてこれが変わってはならないことは何ですか真理の見事葉を正しく勉強して真理の見事葉によって自分の霊自分の表の人生を自分の中身が自分の霊の状態が のでありますようにアメン本物であるようにもう何があっても揺れない何があっても道それない何があっても変わらない何があっても後ろ見ない何があってもイエスと共に死ぬことあれば死ぬ覚悟で行くそういう信仰が自分の中にあるように頑張っていくのが唯一の勝利の道ですよアメン なぜもう近いから,もう近いから今私が今日言った言葉はこういう言葉はね皆さんと、うんうん、今年か来年ぐらいすぐ死なない人あと5年あと10年あと20年ぐらいこの世を生きる人がみんな自分の目でこれが確認できるそういう時代ですからもう自分の目で見てわかる今度は牧師が説教しなくてもいい2011年の4月の何日今日何日今日の説教見なさいと言えばいいのもう説教しなくても。 かりやすく言えばなぜちっさに来るからそういう日がそういう日が来るからよそういう日が来るときに自分が神こういう廃墟神様とは本当に、うん、離れていながら形ばっかりのクリスチャンだろことを気がつかない人はもう大変なのそういう人を救う方法がないのそういう人はなぜ自分がクリスチャンだと思っているからまたそういう人に奇跡が伴うからよ不思議なことも伴うから しかし彼らがやっていることを見てみれば真理の言葉には戻りついていない。この世を求めている。最終目的が。アーメンです。何をもって見分けるんですか本物と偽物を伴う印ですかあるいは真理の言葉ですか真理の言葉アーメン。伴う奇跡は1割にも今度、約束されています。1割にも伴いますよ。終わりの時代に。アーメン。もちろん本物にも。 本物にも伴うのねそう本物はこんなことあっちゃいけないいやありますよただ本物と偽物の違いはどうやって分かるのか伴うを記して分かないなぜか彼らにも伴うから奇跡は起こるからアメンどうして見分ける真理の見言葉を行っているか行ってないかですよあめん彼らの口からも真理の見言葉出てきませんか出てくるのを教えますか教えるの ただ行わないのこれに戻して生きようとしないの教えてるアーメンも言ってる口からは出てるのでもこれに戻して生きようとはしないそれが基準ですよアーメンですか今もそう今も今も彼らも説教聞いてみたらみんな立派なのに立派でもこれに戻して生きようとはしない求めるのは最終的に内面的にこの世を 求めてるサタンに喜ばれることを求めてるそれが問題ですじゃあこの和解のためにイエス様は中字架の上で、ええ、中字架を通して中字架といえば中字架はただ象徴的なものでしょう中耳だけでは意味がないね象徴的に中字架を通してって言ってますけどもそれは象徴的なことねで中字架の上で流された血を ですイエス様がなさったのは神様と人間を再び合わせて再会させて人間を神の子供として永遠に生きるようにするためにイエス様がなさったのは個人の血潮をの上で流すことでしたよこ,のこれに対する価値を、うん、イエス様が十字架の上で流された知性の価値を我々が忘れて生きるから知性より他のことを求める。 皆さん、これからは牧師が皆さん一人一人をの人生を生きることはできない自分で自分の人生は生きるべきです。アメン。その時に皆さん自分で何を根拠にして霊の流れを見分けていくかそれは真理の御言葉です。真理の御言葉。アメン。 その時にこういうふうにならないようにするためにはこの人たちクリスチャンですよ見かけではクリスチャン見かけでは奇跡も伴っている自分を疑う余地がないの彼らは自分のことはもう,もう確信を持ってる彼らはそれが正しいと今の韓国のクリスト教がどうなっているのか人の霊を旧霊が中心でなくて優先でなくてこれから社会 社会活と社会救援それをやれば喜ばれと思ってるこの地球が滅びるまで救援が、うん、救済が救霊より先になることはあってはならないのそれ自体が惑わしですよアーメン上野で私がサモニに一つも怒られてる理由が何ですか説教を聞いてない人をかわいそうだと思ってご飯をあげるから怒られてるの 説教聞いてないとはご飯んあげないのは正しいよ本当はねもちろん初めて来た人以外よ初めて来た人は例外ですね若干な筆やったのはねだけども何度も来ていながら説教聞かないでご飯ばかり食べようとすると心痛いたから僕はもうあげてしまうんだけどそれはいけないよ本当はね私が愛があるんじゃなくてサムニーの方が愛がある私は情け蝶に惹かれてサムニーは救わないといけないその人を。 こういうことを言うと家に帰ったら「うん」とにかく意味が分かない、意味がそれが正しいのだから時間が経ってみればサモニンの愛が本物の愛ポキシは心弱いからサモニンよりちょっと時々負けるけどハレルヤ皆さんもサモニンのようになるべきだそういう意味では。 アメン,アメン私のために祈ってくださいよ。<laughs> 心を湯運でちょっと負ける時に負けることがないように。うん、じゃあ,じゃあ,じゃあ明日の朝のお風が楽しみなんだな。<laughs> 冗談抜きでその通りですよ。冗談だけでもな、うん、内容はその通り。り。メン。メンあ,あ、じゃあ <laughs>、えー、ですから今、今韓国が 韓国は今ねうん湖畔貧しい人を助けたり救済活動をやる教会が一気に増えてきたの最近韓国に。なぜそれはそれが救霊のためならいいんだけどただの救済が目的として教会としてこんなことやるべきだと思って見せかけのためにやるようになったならば大変ですよね。 彼らのの目的が変わったの世に憎まれたくないの。世の人に憎まれたくない。もう愛されたくなりましたよ。これがクリチャンの変質なの。世の人々に愛されるクリチャンになれば皆さんその結果は言うまでもないでしょ。世とは我々はぶつかる。世においては愛されちゃいけないの。アメン 私たちが本物のクリスチャンになろうとすればするほど世においては箱を受けるものになるの特善主義だとなんでキリストだけじゃないといけないのかと仏教も全部他の宗教も認めてあげるべきじゃないかそうして世界平和のために協力し合うべきじゃないかと立派な話ですよ立派な話じゃあイエス様じゃなくても天に行けるという話認めちゃうことになりますイエス様じゃなくても天に行けますか 今クリスチャンの教会の牧師たちがそれを認めてます今皆さん見た目では立派でしょ協力し合う愛し合うそうおいしいの人に認められるあああの教会の牧師に尊敬できるよそれが人を救ってそれから救霊を先にやって救済もやる牧師だったらいいんだけども 弓令より救済ばかり重んじってやっている人がそういうふうに尊敬されたらもう意味がないその霊的な状態がどうであるかもう見え見えて深く悟って皆さんご自身がこういうのを分かって自分の信仰をこれから守っていかないと私が皆さんに変わることができませんよ。とあたい教えることができても皆さんの命に変わることができませんからよ。アーメンですか本物になりたいと思いますか なりたいと思うならば世の人々に喜ばれる人になるのを目的としないでよこの世での幸せを目的としないでイエスと共に福音のために死ぬことがあっても自分の命を守る人になりますようにイエスの皆で祝福いたしますアーメンリードとありませんから他の方法が他の方法があると何かいろいろ考えてそういうアイディアを誰かがん 持ってくるとその人ははあ新しい分野素晴らしい考え方開いた考え方心が広い牧師こうなる今,今の時代が。うんえー、最終的にはうちの教団でもね准教者准教の道を示された人が私が知ってるうちの教団も私と関わっている牧師の中にも 何人かも出てきてきます最後には殉教するのを主から示された牧師たちがね牧会者が私の周りにも何人かがいますけども「ああ殉、ね、教は誰にもできる話じゃないね」「殉教は肉体の命を殺されてもこの信仰を守っていく最後の瞬間に、えー、そういうのは殉教だからこれ簡単な話じゃないのね」はあ最初は私もちょっとピクピクしましたけども。 なぜ、その宗教の道が示された人々を見ると今の今のあれではあ,あ大変でしょだから人の話じゃないからねもう身内の話だからそれ,それでそれずっとそれに対して深く考えていた時に主が今はできない今のままではできないしかしできるようになる今度主の霊の力で「ハレルヤ」 イエス様がににつけられた時に自分の体を十字架にえ渡して十字架の死に渡してイエス様が命の血を流して殺されたその苦難十字架の技はイエス様の陸大の力でやったんじゃなくて精霊の力でやった精霊の力で信じますかそれを私にイエス様が教えてはったの私もイエス様も陸大を十字架の上で世の罪のために 生贄として捧げるときに陸の力でやったんじゃなくて聖霊の力でそれをやったと私に教えてきたの知りたいんですかヘブライ書九章中4節ヘブライ書九章の中4節いいですか 362ページ。今日清は新約聖書の順番全部覚えて。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ・ヒト・ローマこういうふうにね分かった、うん、今日宿題だよ全部覚えて。でヘブライって言えばどこにあるのか自分で探しなさい。新学生のくせに。 362ページヘブライ書九9の14節だけいいですかどうぞまして永遠の精霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの地は私たちの良心に死んだわだから清めて生ける神を礼拝するようにさせ,てさせないでしょうかアメンイエス様がご自分の体を血を流すために 何の力で捧げられた。霊によって永遠の霊、永遠の聖霊です。アメン。聖霊の力で捧げたんですよ。よろしいですか。うん。ですから。いや。真理の御言葉を正しく勉強して。今ね。私たちは聖霊の実やってるでしょう。ん、聖霊の実。これを皆さん。これを正しく結ぶように頑張ったいとか。 精霊の力に満たされますよアメンそれでこれを聖霊の実を完成していくと純教でもできるの純教でもできるそういう信仰に高く立つことができます。アメン、うん、じゃあえっ、ー、と今日は少し話がまあ当せしないといけない話だし。えー まだ半分もやってませんから今日やりきれませんよ当選ですから今日はここまでここまでにします来週引き続きをやりますアメンそれでは祈りましょう主なる神様感謝します血のあて宣教教会連合という教団に所属しているすべての 神の人々が終わりの時代を迎えて必ず形ばかり持っていて中身はイエスキリストから背を向いて背を向けてしまうようなそういうものともに加わらないでたとえ殉教することがあっても主の霊の力によって整えられた信仰によって 真理の道を。陸大の最後の瞬間まで。まっすぐに。歩み続けて。ついには神の国を。自分の信仰によって必ず。受け継ぐことはできるものとなりますよ。祝福してください。見かけより。中身で、が大事であります。伴うしるしは。本物のキスさんだけじゃなくて。偽物にも。 終わりののにはその印は伴って印だけを見ると偽も本物も見分けが少ない恐れが十分ありますのでまだ口から出る言葉が真理の言葉であってもそれを伝えたり教えたりそれに「アーメンと言っていてもそれを行わず生きる目的がこの世にあるんだったらそれは虚しい結果となってしまいます。 正しく悟って正しい信仰を作り上げて生きる目的が生まれ変わってイエス・キスノのように神の子供になることそういう目的を持ってこの世ではなくて神の国に目標目的を置いて真理の言葉に基づいて正しく信仰を整えていき生きておられる神と共に歩く信仰生活のゆえに 世界のファンミリーに福音を伝えてはイエス様の再臨の時に置き去りにさないで必ず引き上げられる四国が皆にありますように「主イエスを助けてください。感謝して祝福しでイエスキスとの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤーサンキュー一番。